バレンタインです。ラッピングらしいラッピングもね、できなかったんだけど。もうダメ、アマゾン感がある。こういうマークやってないの。ここにこうやって青金ってやんないの。青ゾーンって言って。そんなさ、これちょっと開け方があるんで、これ下からね、こうやってまくるように開けてください。決まってるんで、ちょっとデリケートなので。はい、そうなんだ。はい、あんまり揺らさないように。本当に揺らさないように。結構ガツリ止まってんじゃん。あ、怖っ。落ちてきそうだね。盆栽だ。盆栽。ね。盆栽。盆栽。盆栽チョコ。それそれ。それこれどこまで食べれるのかわかんない。プラスチックの。あ、これ？これはね、このプラスチックの器以外は全部食べれます。崩壊してる？もげてる？いや、なんかね、すでにもげそうだったの。あ、取れちゃったじゃん、これ。これ葉っぱ取れちゃったじゃん。葉っぱ？葉っぱはそのまま食べれるよ。抹茶かな？なんだろう、グミっぽい。いや、バニラ味なんだけど。ゴムゴムしてる。なんだろう。あ、ありがとうございます。なんか、はい、盆栽。うん。あ、ちょっと。壊れ、大丈夫かな？うん、頑張って食べてください。大丈夫？壊れないかな？落ちちゃいそうでね、うん、これでも崩しながら食べた方が食べやすいかも。背景がね、ちょっと見にくい、ね、ああ、そうだね、うん、そうか、確かに茶色っぽい背景で茶色いチョコだしね。ね、裏側、はい、これ結構作るの大変だったね。大変そう。でも本当なんかここがもげちゃいそう、ここの部分。そうなんだよね。あ、もうダメだ、もげる、ね、ここやばい。もげるもげる。結構斜めってんか、こうやってやんない。大丈夫かな、うん、これだから多分取って食べた方がいいよ。ん？もげるの？キャラメルだこれ。そうなの、ソフトキャンディーなの。チョコレート味のソフトキャンディーなのこれ。どこかと思ったらキャラメルだこれ。でもさ、これさ、チョコだったらちょっとさ、ガッていくのきつくない？ポキンっていけない？ポキンって？うん。ん？チョコじゃないのこれ。だからチョコレート味のソフトキャンディーなんだって。全部？いや違う、これは、これスポンジ、うん、これ葉っぱはスポンジ、もちもちしたスポンジ、うん、これ食べれるの？これね、この器だけ食べれなくって、この器に入ってるこの土まで食べれます。土の部分なんだよ。どうやって食べたらいいんだろうね。幹の部分は多分、うん、そのままガッといけるかな。うん、型があるの？型ある。今度子供たちと粘土しようかな。キャラメルとかしばらくもぐもぐしないといけない。チョコだとごくごくなっちゃうんだけど。ちょっと食べるの時間かかるよねこれね。銀歯取られちゃうやつだもんね、うん、銀歯持ってかれないように気をつけながら食べてください、うん。あ、ちなみに前髪、あ、前髪じゃないや。あ、そうそうそう、ここまで食べれる。今ちょうど取れた。多分こうやんないとね、残しちゃう。うん。うん。ちょっとソフトキャンディーでこの量なかなか食べられないよね。サイコロキャラメルより量多いもん。うん。このぐらいのソフトキャンディーで、ね、4つ使ってる。そうそう、今回作ったやつね。これ3つあんじゃん。違うの、これさ、A と B って言って、ほら、B だったの、うちは。こっちだったの。でも、これじゃなくて、こっちのこれが入ってたんだよね。B のやつ、これ丸いのにさ。ね。じゃあ、A じゃん。でも、入ってたの、B だったの。ね、なんだろうね。DIY だってこれ。DIY の盆栽だって。本当だ、DIY キャンディーキットって書いてあるんだよね、これね。これまだ売ってるのかな。でもね、セールで売ってたやつだから、もうさ、廃盤のやつかもしれないしね。どこメーカー？あと。作り方が。
さん終わっちゃいそうだもんね。ペロンペロンするやつだもんね。これ。ここは食べられないやつなの。これ食べちゃうとやばい。うん、そうそう。これはプラスチックで。健康被害ですよね。あ、そうだね。これは食べちゃダメです。お盆は食べちゃダメ。うん。ヤミー。ヤミー？本当にヤミー？とりあえず。とりあえず。いや、うん。キャラメルとして、うん、うん。キャラメルって感じ。うん。チョコレートの味はするの？食べて。チョコレート味の。食べる。いや、いい、いい、うん。いやね、チョコの味、うん、薄く？うん。ほんのりチョコ風味？チョコの匂いぐらいかな。バニラ味のスポンジケーキはなかったよ。なんか、甘い何かだった。でも、バニラ味って書いてあるの？あれでしょ、あの、さっきカップケーキみたいなやつで食ってた時は、量があったからそう感じなんじゃない？俺の時は全然。ああ、そうか、ちょこっとだからかな。まあ、全般的に味が薄い感じだね、そしたらね。うん。でもこれ濃いよ。なんかあの、キャラメルはね、あ、そう。うん、キャラメルって感じ、普通に。あ、そうなんだ。うん、へぇ。食べてないんだ。そうなの。ちょっとこの後余ったやつ食べようかと思って。ということで、我が家の、バレンタイン、これで。もっともっとやってんけど、うん、なかなか口の中なくならないよね。多分あと5分ぐらいはずっと。そうだね。じゃあこんなところで終了しましょう。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。